パリ一区の一パリ一区の一パリの一区は、フランスの首都、パリ市を構成する二重の行政区の一つである。第一区、パリ一区とも言う。市のほぼ中央に位置しており、セーヌ川の北岸に面している。パリの一区は、市のほぼ中央にある、行政区。ルーブルクと呼ばれることもある。東西に細長いほぼ長方形の形をしており、南側は、 セーヌ川に面している。してしまの西部を含む。人口は16,888人で、20区の中では最も少ない。また、人口密度は1平方キロメートルあたり9,249人で、20区の中では最も低い。ポンデザールとルーブル宮殿区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、 各区に付けられた番号を元にしており、東区はその一番目に当たることから一区と名付けられた。ルーブル美術館、チュイルーリー宮殿、パレロワイアルなど世界的に有名な施設が数多く存在している。また、サントノレ通り一帯は世界屈指の高級ブランド街である。セーヌ川に沿った地域はパリのセーヌ菓子として世界遺産に登録されている。 パリ一区の詳細地図パリ一区のカルチエ詳細図一区はパリのほぼ中央部に位置している。セーヌ川の北岸に面しており、して島の一部を含む。面積は1.83平方キロメートルで20区のうちでは4番目に小さい。北は同じパリの行政区である2区に接し、北西の一部は9区に接している。南はセーヌ川を挟んで6区と7区に接している。 東は4区に接し、北東の一部は3区に接している。西は8区に接している。パリの行政区はそれぞれ4つの地区に区分されている。1区を構成する4地区の高度と名称は次の通りである。1区の人口はパリが全20区になった直後の1861年には89,519人であったのが、 約100年後の1962年には、半分以下の36,543人となり、その後も減少を続けて1999年には16,888人となった。20区のうちで、最も人口が少なく、1975年以降は、パリの人口のわずか1%未満である。 2005年の推計では17,500人と見積もられており、人口の回復が見込まれている。また、人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度は、1861年の5分の1以下の9,249人となっている。20区のうちでは最も人口密度が低く、 パリの平均人口密度の0.4倍程度である。人口の推移の詳細は次の通りである。シャトレーレ、ある駅パリの広場はしばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分は、 オベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトワール外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。一区の広場や交差点には次のようなものがある。してしま、三類島付近の橋セーヌ川に架かる区内の橋は次の通りである。ありがとうございます。